国民の敵という発言を行っていないということなんですが、それは事実に反すると思います。この写真だとまるで自衛隊、私がなんかこう彼に迫っていて、こう警察官がこう自衛隊を守るようなんですね。私の方にこういるように見えますけども、彼がお巡りさんに囲まれていたんですね。で、ちなみに、これ言っていいのかどうか、今日の発表、調査発表、私も見まして、私に対して気持ち悪い、バカ、あと国益に反するなどの暴言を行ったということは認めたと。ただ国民の敵という発言を行っていないということなんですが、それは事実に反すると思います。私は国民の敵という言葉を現に暴言を受けました。ですので今回の報告書は、それを組織的に隠蔽するような、そうした動きがあるんじゃないかという疑念を持っています。あったはずのことをなかったことにすることはできないと思います。今から70年以上前に、ここで軍人たちが政治家を国民の敵と叫んで総理大臣などを暗殺していったと。だから自衛隊員は国民の敵とか国会議員に行ってはいけないんだと、シビリアンコントロールを守らなきゃいけないんだということを彼に言ってるんですね。だから私の考えるように、国民の敵という発言を認めると、防衛大臣や統合幕僚長、私は辞職を求めてますから、その責任問題になるので、国民の敵という発言についてはうやむやにするというような隠蔽調査の報告だというふうに私は受け止めています。